ん仕上げていきますよ。私が思う最強のブラシダムスタンダードを使っていきます。実際に洋服を触りながらシワをつけていきます。やりすぎるとビニール袋着てんのかってなるので、あまりやりすぎないように気をつけます。肌露出が多いモデルと比べて差が出るところです。練習、研鑽あるのみです。おすすめとしては少しずつ布面積を増やしていく感じですかね。前にモデルを紹介しましたが、初めは全裸でしたからね。そして洋服に挑戦する際は凹凸の激しいキャラクターがいいです。理由は単純、作りやすいから&作った感があるからです。胸は人間の明確に凹凸がわかる箇所ですからね。これは人にもよりますがね。作った感が得られるというのはそのままの意味です。肌が見えていないのに体のラインが想像できる。立体物において見ている方の想像をかきたてるのは理想形です。個人的な考えですけどね。その領域にたどり着けたかあって一人で喜ぶわけですよ。出力すると結構シワによる表現は顕著になります。クオリティ高いなって一目でわかるようになるので、シワという表現は奥がとっても深いですね。シワ付け難しいよって方は試しにダムスタンダードブラシを使ってみると良いかもしれません。すごいですよ、ほんと。私がモデル作成に復帰した理由の一つにもなっています。それくらいシワ付けは苦戦した覚えがあります。手の作成はかなりの難関だと思います。イラストを描く方ならわかると思いますが、難しすぎるんですよね。そのくせパーツとして小さすぎるので目立たない。可能であれば目立たないように隠したくなりますよね。私がハズスピアで指の生えているところと本数から作っていきます。ズスピアは関節を意識しやすいので適していると思います。以前に動画で紹介した本ではズモデールRを使って作っていましたが、ズモデールR自体別の勉強が必要になるので大変です。画面を見るとわかると思いますが、結構手とわかりますよね。アダプティブスキンでモデルにするのですが、解像度は細かく調整します。指の間が結合されてしまった場合はマスクをかけて反転させて、トリムレクトブラシで切り取ると綺麗に分割できるのでおすすめです。ここまでの手の作成は完全にオリジナルで構築したので大変でしたが、どんどん真似していただければと思います。本当に手の作成が楽になりますよ。手を作ったら配置して結合は後回しです。右手を作成したので左手を作っていきます。ズスヒアは残っているので赤い玉を動かして形を作っていきます。ある程度作ったら肉付けして反転させて左手にします。ムーブ、ブラシで形を整えていきます。実際に自分の手を見ながら作っていきます。元のイラストからは確認できないのでオリジナルな部分ですね。作成できたら配置していきます。サメのぬいぐるみを抱えているような感じを意識して角度をつけます。遠目で見て違和感がないか確認します。抱えるように手を配置したのでサメのぬいぐるみも位置を調整します。サメの位置を調整したのでパーカー腕の部分も調整します。といったように配置、調整、調整を繰り返していきます。デジタルの強みですね。画面では調整しかしないので、余談をすると私はデジタルのみで作成しているのですが、粘土等でアナログで作ったものをスキャンして取り込んでデジタル上で調整するといった手法をしている方もいるようです。アナログとデジタルの融合なんかかっこいいですね。スキャンといえば最近出たすごいアプリがあるんですよ。イダーというスマホのソフトです。数枚の写真を複合してモデルを作成する機能があります。よく 3D スキャンは電群データで扱うのですが、これは面で扱います。なのでとてもデータが軽いんですよね。そして無料、そしてなんと iPhone、Android どちらもあります。 URL を説明欄に掲載するので興味のある方はどうぞ。私も試してみましたが、これはいいなってなりました。リアルの PC 周りをスキャンして私のモデルを配置して環境紹介をする、そんな企画もできるかもしれませんね。果たして需要があるのかって感じですが、前回の動画で今回で終わりと言いましたが、嘘を言いました。またですね。正確には9分くらいになってしまうので区切る感じですが、そのため次回モデル作成完結です。着色やアイプリントがメインで一区切りになります。ここまでついてきていただいた方、
本当に感謝しています。あと少しお付き合いください。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。